20世紀が生んだ最高のプレイヤー、あなたの一投一打にどれほどの人が一喜一憂したことか。ゴロを取るそのプレイ、打球に飛びつくそのプレイ、あなたは何をしても絵になりました。長嶋茂雄、長嶋茂雄の美学、それは燃える男。自分の打順を待っている時も何気なく待っているふりをしていましたが、目いっぱいカメラを意識してましたよね。空振りする時も豪快でした。ボールじゃなくヘルメットが飛ぶその姿に感動しました。素振りもめちゃくちゃでした。あさっての方を向いてましたよね。でもそんな無茶苦茶な素振りが役立つこともありました。剛腕金田さんからサヨナラホームラン。でもよく見てみると頭より上のとんでもないボール球、なんで打てるんですか。悔しがる金田さんを横目に、あなたは自慢げでしたね。いや打てますよ、これで。でも打てますよ。やってください、はい、バットの角度、はい、こういう形で打てます。打てるんですか。じゃあもうちょっと高くしてください。はい、はい、届きます。はい、しかし、はい、もうあなたに不可能なことはありません。走るあなたは絵になりました。この手の動き、誰にも真似できません。そして何といってもあなたの魅力はこの守りです。華麗な守備、本当にあなたの守備は見せました。あなたのその手首のフォロースルー、特にゴロは見せ場でした。見事なトンネル。三塁前にボテボテのゴロが行くじゃないですか。あのゴロをね、僕が取りに行った方行こうとして行くと、後ろからドケーって大きな声するんですよ。まさか、本当だ。この時のあなた、すごく満足そうでしたよ。フライはね、あんまりね、そのね、絵にならないっていうね、本人は。クロちゃんフライうまいから俺はもうすぐクロちゃんに任すんだよなんてね、任された人は大変でしたよ、本当。イケメンスター、長嶋が手を挙げた。本当だ、任せてる。ホームランを打った時もスキップがお好きでしたね。その嬉しい時の癖、ゴルフでも出てましたよ。そして中国の選手たちに打撃指導する時、もう熱が入り出すと止まりませんでしたね。あなたが一生懸命教えれば教えるほど訳がわからなくなっていく、その姿が印象的でした。球をこう見逃すときに、カッとこうやるときにですね、そのもう瞬間的にもうふたっときますから、もう気持ちのバッとこの、なんていうんですかね、わかりません。え、あ、すぐな鍵、今のもうダンシングのね、アッパーでやるとダンシングだと、あんな形の上だから、あんなスイングの軌道、スイングワークなんてもう全然必要ないですよ。うん、あなたんじゃ、ああもうスイングの軌道なんてのはかん、ああもうスイングの軌道なんてのはかん、もう先天的にいいもの持ってるんだから、こっからこの部分が、このバットのコントローラーがダーッと入ってくる、ダーンと軸なんか全然ぶれませんよ。さっさっついていけませんよ。それをパーッと巻き込んで腰で全体ね、うわっうわっ、大きいスケールの大きいスイングしてやろうとね。わかりません。そして少年野球のコーチでも、こう構えてみんなでパーンとキャッチャー見たつ、パーンとキャッチャー見たつ、パーンと跳ねた。もうわけわかりません。そこら辺りの一つの、そういう一つの、一つの、そういう一つ一つを消化する一つのあれによってですね。そしてついに、お名前と質問どうぞ。いわゆるある一つの質問は好きなんですか。僕のモノマネをする方がおりますね。その方の一つの、あ、なんかあるんですね。
私たち現場一同この会を通じまして新たなる抱負が始まりのスタートであります。まあ嬉しいことなんだけど、あんまり風化しちゃうとな。このところかつての後楽園球場のロッカールームを訪れた時も、逆もここは男の部屋ですから、みんなすっぱだかになる、ここでみんなね、もうすっぴんぴんでもうすっぴんぴんで、それを言うならすっぽんぽん。そしてゴルフが終わった後の帰り自宅、だってやることないから、ゴルフシューズをしまい込むあなた、アイアンはでもそんな下手な方じゃない、話に夢中になって、あれそんなあなたが大好きです。あのベンチ監督いましたですね、で、あのバントがどうしても欲しかった、代打、高田、代打高田ってこうやって手でですね、さすがに反省してるのかと思いきや、高田じゃなくて土井の時もあったんですよ。ダメだこりゃ、バントの時だけじゃありません。ピッチャーの橋本さんがバッターを追い込んだその時、ストレートで勝負しようとする橋本さんにフォークボール、大丈夫かな、バッターにバレちゃいませんかね、フォーク、えいっ、フォークボールを振り上げた、ライトバンキュート、大好きです。川島さんのこの VTR 見てると、なんか熱量上がるよね。なんかあったかくならない、なんか。移籍した1年目の時、まだあれ監督がサイン出してたと思うんです。サイン分かってたものが2つぐらいあったんですよ。バントの時ベルト触るんですよ、それはずっとこうやられてるんですよね。いや、お前が打席でバントしようと思った時ずっとこうやられてる、みんなバントだぞとか言ってね、やってましたよ。バレバレだ。パシックの人たちはどう見てるかっていうの、ただ憧れの的ですね。的、はい、オープン戦とかでちょっと話する機会がちょっとあったんですけど、あんまりわけわかんないですよね。もし家族にですよ、父親が長嶋監督だったんですか。嬉しいですけどね、あのなんかこう成績悪くてもこう説明、勉強の説明とかもなんか言ってるうちにきっとお父さんも分かんなくなって、みんな分かんなくなって許されそうな気がするから。彼氏だったらどうなんですかね、デートとか。高木さんに聞いて、高木さんじゃあデート編で彼氏だったら、待ち合わせはできないでしょうね。